キングで今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースノットホットガルポプロミス、プロミスっていうのは確か保証するとかそんなんじゃなかったっけな。なんでこのコースガルボは熱くないことを保証するわけわかんない訳し方なんですけど、早速やっていきましょう。ガルボって言ったらもうチョコレートのガルボぐらいしか思い浮かばないんだよね。さあ今日はどんな騙し方が待っているんでしょうか。もうそこ情報量が多くてねわけわかんないんですけど、下に行ってみようか。これ多分下正解だと思うよ。ほら合ってたんじゃないこれ。熱い熱い熱い。で罠っぽい方行ってみよう。左罠っぽくない。こっちが正解。魚それじゃあ今日も開幕魚やられてしまいましたね。じゃあここは下に降りて、ここは左に行かないで右に行けば正解。うわなんかブラパがいるな。ここ走って行くのが正解なんじゃないかな。走ります。何も起きないの。え、あこれで行けるようになってんだ。あのブラパは落ちてこないんだね。じゃあこのドア入ります。ここは何もしない。それで合ってる。うわこれも引っかかった感じ。しかしね、どうせこの砲台にやられる感じでしょ。お前かー。じゃあこのドア入ったらすぐ右に行けっていう感じだろうね。右にダッシュします。それじゃあここは右の砲台に乗っておいてすぐ右に行く。そういう感じだね。うわここ落ちる気しかしねえな。のこのこ踏んで右に行ってみようか。わっやった落とそうとしても無駄なんだよ。落ちちゃった。じゃあここは一旦下に降りるのが正解っぽかったね。なんか下にね進路があったもん。ほらいやここ怪しくない、隠しブロックかなんかあるんじゃないの。ほらねやっぱり落とそうとしても無駄なんだよ。じゃあこのまま右行きます。そしてこのハデリフトに乗っていいでしょう。でここで何もしない、右でダッシュ。うわどうしよう、ここはジャンプしなきゃいけなかったのかな。それじゃあここはハデリフトに乗ってジャンプしていこう。いやこのリフトが一番上に行った時にジャンプ、多分これで合ってるんだね。うわここピンクコインコースか。今気づいたよ。さっきから全然気づいてなかったんですけどね。さあ進んでいきますか。じゃあここは上に行っていいのかな。これすぐ上に行けないよねきっと。あらうわやっぱダメだよね。ああの一番左上のピンコイン最後に取るやつだろうねきっと。じゃあこのまま進んでいきましょう。ここ落ちそうじゃない、大丈夫。じゃあこのままクリボーを踏んで、クリボーの下なんかいるな。一旦左に避けるよ。よし大丈夫。なんかある、なんかブラパがいるんだよな。このハテナなんだろう。いや大丈夫合ってるよきっと。このままいけるよ。で丸々に乗って右に進むと、あなんか順調じゃない。うわあのデカキノコいるっぽい、大丈夫。ここで普通のキノコはいらない。一旦下に行ってこのまま右行こっか。え合ってんじゃないのこれ。ねなかなかいい感じじゃないよ。はだただ気になったのがさ、この右の土管入れるからなんだよな。あ入れるね。こっちなんだろう。え何何これ、ヒントって書いてない、アンチって書いてるのか。知りたい級ですかねここ。しょっぱら引っかかった感じでした。あ右行ったら何かあるんだろう。右はいけない感じか。ここブラパが出てきたよね。なんでオーした瞬間すぐ右に走って、このキノコ取ってジャンプ。多分これで合ってると思うんだよね。そしてすぐ右に渡れるとそういう感じだね。ここは取っていいのかな。いや取らないでいこう。いや取っていこっか。取れねえじゃねえか。取れた取れた。でここでファイヤーを取って右に進めばきっといけるんだよ。ここなんか赤いのかあるな。入ってみる。うわ入るしかない感じだね。いや絶対さっきのアンチとかに繋がる感じでしょ。違うけど、さっきのとこと違うけど、ここはどういう死に体験だ。なるほど、この針に当たって下に落ちねっていう感じが、これめっちゃ簡単じゃない。ほらでこれで下に落ちる。なるほど、この毒キノコ、毒キノコじゃない、このデカキノコを避けながら行けっていう感じが、頼む来ないで。よしこれでいける。もう嫌だ、このデカいキノコ嫌いになりそう。頼む来ないでって、もうちくわブロックが復活しちゃってるから、頼むここで。早く当たりたい。よしここ、これマジ難しいよここ。よし来た。いやーラマーは取ったらいけなかったんだよきっと。そしてこのブロックを壊してリンクを取れっていう感じだね。いや速攻針に当てられるやんか。でここで一つ目のピンクコインゲットと、そういう感じだね。さあ進みますか、二つ目のピンクコインの場所に。あれここさっきの土管のところじゃないの。
またさっきと違うパターンなんかな。あ、今度なんか扉あるね。この扉入ったら違うところに進むみたいな。うわ、そういう感じか。ここは歩いてっていいのかな。どうなんだろう。いや、いいんじゃないのこれ。今のさ、このキノコ取ったのは当たりだったんじゃないかな。頼む、合っててくれ、お願いします。よし、さあ左上です。違うじゃねえか。いやでもこれは多分簡単だと思うんだよね。今までのあの数々のあれよ、あれに比べたら死に耐久だよ。それじゃあここキノコ取るところまでは合ってると思うんだよね。そしてさ、さっきのヒントにこのブロックのところになんかあるって書いてたじゃん。なんですかね。火、なるほど、ここでチビになっていけるっていう感じじゃないかな。この右の場所に。やっぱりそういうことだね。じゃあ右を失敗します。なんか危ないんで。大丈夫ここ。何この顔かわいい。待て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 。こんなところで引っかかるなんて聞いてない。この顔無視していきましょうね。さあここは一番右に行っていいと思う。ここが正解。いや合ってる合ってる。頼む、熱いよ。これは正解だったんじゃないのかな。そしてこのメットを持って、いや待って、倒しちゃった。待って、倒していいのかなこれ。メットを持って投げろっていうことかきっと。そしたらバブルかなんかが出てきて上から進めるっていう感じだと思うんだよね。ここでさ、トゥルルテッテッテッとるじゃん。そんでメットを持って右のハテナブロックに当てる。それでいいんでしょ。多分これで合ってるよね。そして一旦チビになってピンコインが取れるっていう感じだね。ありがてぇ。それじゃあ2つ目ゲットできました。3つ目はどんな感じなんだろうね。また新しい扉かなんか出てきてるのかな。これないね。ちょっともう一回こっち入っていってみる。そしたらなんかさっきと違うパターンなのかな。ちょっと行ってみるね。あ、やっぱさっきと一緒だね。っていうことはルート的にこっちじゃないんだろうね。もう一回右に進めみたいな感じ。いや今ね2つのピンクコイン取ったところを周回したんだけど他に進路がなかったんだよね。で録画したやつ見返してみると、アンチって書いてた場所があったじゃん。ここの上の方になんか行けるっぽいんだよね。この右側多分ね、ここが次に進むべき進路っぽいんだよね。頼む、合ってて。合ってる、これやれるだけじゃないの。合ってる合ってる、絶対次だよこっちの進路は。さあこっからジャンプして右。え、どうしよう、この方のトロルコそんなにね難しいっていう感じではないんだよな。ここ敵が出てくる。うわ違うのか。じゃあ上に行くしかないね。上のハテナ叩きます。何が出る。キノコ、優しい。ありがてえ。じゃあここで何が出る。ナイスヒッ。このまま右に行けば。それじゃあここは右を失敗でいいはず。頼む、合ってて。よし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 。でここで一旦チビになって右下に進めるっていう感じだね。うわこの顔文字、顔文字ってかこの顔なんか怪しいな。さあどうしよう、右で走っていこう。あ、大丈夫、合ってんじゃないのこれ。ほらほら、この方優しいね。っていうことはこれでもう全部のビッグコインが集まったんじゃないんですかね。さあ左上の鍵ドア開けていきましょう。ここは最後に何が出てくるんだろう。よし、ゴールか、ゴールですか。嘘でしょ。キーないって書いてるよ。キーを手に入れたら死ぬってことかな。いやまだワンチャンある、ワンチャンあるよ。いや右右右、合ってる合ってる合ってる、絶対。あくっそ、こっからまだ先があんのかな。また鍵を4つ集めるとかそんな感じはないよね。一旦ここテレサ出てきたでしょ。このテレサ受けて上に行ってみようか。もう鍵はいらないでしょきっと。じゃあここはオンオフブロックを叩いてすぐ右に行きます。多分合ってる、もう右で走っていこう。そう、うわなんだこのやつ。これは新しい死に耐久だな。このまま右に、こういう死に耐久は初めてだぞ。面白いじゃねえか。いやこれはもう簡単にいけたね。しかもテレサ、テレサにやられるとそんなめんどくせえこと持ってきやがったこの制作者。じゃあここオンオフを変えて一旦左に戻れっていう感じか。そして右に行っ
ってジャンプでいけんのかな。ほっ、あーなんでそんなことだろうと少しは思ってたけどさ、まさかそうなると思わないじゃん。ただこの場面があるじゃん、この場面が終わるともうゴールがあるような気がするんだよね。なんで二重に隠してんのよ分かるわけねえじゃんか、そんなの。それじゃあここは2つの隠しブロックがあるから、2つ叩いてこの状態で上に行けるっていう感じでしょ。さあここがゴールなんじゃないかな、どうなんだろう。いやゴールあるね、でも絶対普通にゴールさせてくんないと思うんだよな。はなえ、これ普通に早くゴールできたっていう感じ。マジかよそれじゃあこのドア入るじゃん、すぐ左上にジャンプしてみるね、多分それでゴールできるでしょ。ほっ、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。よくあるサムネということで、確かによくあるこういうサムネのコースって、でクリア率が 1.74% でしょ。だいたいこういうコースって上から何かを降らしてくるか隠しブロック系、まあ、そんな感じだと思うんですよ。でもちょっと気になったことがあって、25人も誰かがクリアしてるのに最速クリアがね22秒なんだよね。しかもあのノコタンがいつもいろんな最速を取っていきまくってるノコタンが22秒かかってるんだよね、このコース。どんな感じだろうと思って、うわ、フィッシュボーン100体倒してゴールだって聞いてない。え、どこにいるのよフィッシュボーン100体いないじゃんか、なんだお前は。いや出てくるタイミング遅くない？まず1体でしょ。うわ、いっぱい出すぎ出すぎ出すぎそれは出すぎでしょ。なるほど、これどんどん避け続けろっていうゲームなんじゃないかな、まあ、ゲームっていうか、まあ、そういうステージなんじゃないかな。どっか安全場所、安全場所が欲しい。これ20何秒でクリアしたってことは20何秒間ずっと振り続けるっていうことなので、うわ、これどっから振ってくるかわからないね。いや、なかなかいいよこれ、2回目にしてなかなかおにゃこれちょっと一番右の方行ってみる、ここら辺が一番安全みたいな。いや、ここ多分安全じゃないね。うわっ、やっぱり邪魔んなからへんよっておこう。この辺が一番安全圏なんじゃないから。で、骨があんまり降ってきすぎてもほとんど動かない。で、なるべくさ、こう小さな動作で避けていく、これがってこのコースをクリアするミソだと思うんだよね。いや、まだ半分しか行ってねえのか、あと何匹、あと40匹ぐらいいるの。やっぱ一過ぎだろ、避けれる気がしてあんまり動かんよここ。いや大丈夫、あと10匹ぐらいでしょ、頼むクリアさせて。やったいや待って、危ない、早くクリアしよう。よっしゃどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。